どうもこんばんは、桃太郎でございます。今日もこんばんは、定例となっております。本日2023年8月4日発表の月別軽自動車新車販売台数のご報告でございます。なおですね、こちらのチャンネルは NBOX の話題を中心にお送りいたしておりますので、話が NBOX の方にかなり偏っております。ですからそのあたりはですね、よろしくお願いします、お大家様ということでご理解いただきますようお願いいたします。それではよろしければお付き合いください。2023年7月軽自動車新車販売台数でございます。ホンダ NBOX、前月6月はですね、僅差でありました2位のダイハツタント、これが7月はですね、販売台数をかなり落としたということもあって7664台の差をつけて14ヶ月連続で1位を獲得しております。前月6月1位の NBOX が 16,040 台に対し2位のタントが 14,572 台とですね、その差はわずか約1500台というところでしたが、7月はですね、タントが約 30% 減とかなり落としまして 12,55 台、まあそれでも2位なんですけどね、そこはそこですごいと思うんですが、そこに対して NBOX は約 11% 増の17,919 台という結果で、その差約7,700台と大きく引き離した結果となりました。その NBOX、ついに新型ですね、フルモデルチェンジ版がホンダ公式の先行公開で発表されております。エクステリアはこんな感じ、そしてインテリアがこんな感じでございますね。で、発売はまあ、2023年の秋頃を予定、まあ10月ぐらいなんでしょうね。で、すでに良いも悪いもいろんなご意見がネット上で出ておりますけれども、まあ、新型 NBOX 予約の受注台数ですね、これからそれから販売台数がどうなっていくのかとても楽しみでございます。で、一方現行モデルでございますけれども、こちらは生産かなり順調のようでございますね。まあ、ホンダ四輪車生産稼働率見込み2023年8月3日昨日の最新版で見てみますと、NBOX を生産している鈴鹿製作所の8月の生産稼働率は通常稼働になってますね。まあ、ここのところもずっと通常稼働でございます。で、またモデル別出荷時期目処、納期ですね。こちらの最新版、2023年7月31日版ですね。こちらではですね、NBOX の出荷目処はそれまでの3ヶ月程度からさらに縮まって2ヶ月程度となっておりますね。現行モデルの受注受付はまあ大方終了していると思われますので、まあ、今後はバックオーダーの生産分のラストスパートという感じではないでしょうか。まあ、順調だと思います。はい、それでは2023年7月分のランキングを見ていきたいと思います。1位ホンダ NBOX、 2位ダイハツタント、3位スズキスペーシア、4位スズキハスラー、5位ダイハツムーブ、6位スズキワゴン R、7位スズキアルト、8位日産デイヴ、9位ダイハツミラ、10位日産ルークス、11位スズキジムニー、12位三菱デリカミニ EK、 13位日産サクラ、14位ホンダ N ワゴン、15位ダイハツタフトということになっておりました。まあそんなに大きな変動というのはない感じでございますね。注目点1としましてはですね、スズキハスラーが4位に浮上してまいりました。初代発売からもう来年で10年だと思うんですけれども、まあ、とてつもなく安定した人気でございますね。スーパーハイト系がまあ今全盛ですが、この車の完成度の素晴らしさの結果だと思っております。一方ライバル車であるダイハツタフトがですね、ここのところちょっと低迷しているのが個人的には気になっております。それから注目点2つ目はデリカミニですけども、これやはり月産ライフのキャパがこのぐらいなんですかね。何かの記事で受注台数の累計が2万台を超えているということを目にしたんですけれども、そうするともう少しね、販売台数伸びても良さそうな気がするデリカミニなんですが、まあ、月産台数のキャパがやっぱ4000台ぐらいなんですかね。それかやっぱ販売店の数の問題で手が回らないっていうのがあるんでしょうか。まあ、三菱せっかくの大ヒットなんで、ここはぜひ販売台数を伸ばしていただきたいなと思っております。で、続いてはですね、ついでといっては何なんですけれども、普通自動車の方も簡単に見てまいりたいと思います。2023年7月普通自動車新車販売台数でございます。
1位トヨタヤリス、2位トヨタカローラ、3位トヨタシエンタ、4位トヨタノア、5位トヨタプリウス、6位トヨタボクシー、7位日産ノート、8位日産セレナ、9位トヨタアクア、10位ホンダフリード、11位トヨタハリアー、12位トヨタランドクルーザー W、 13位ホンダフィット、14位ホンダステップワゴン、15位トヨタルーミーということになっておりますね。まあ私別にトヨタが嫌いなわけじゃなくてですね、まあランキングトヨタだらけなんで、どうしてもこういうふうにしたくなっちゃうんですよね。まあよそのメーカーのやつがどんどん入ってくれればいいんですけど、マツダとかスバルがもう全然入ってないですからね、ここに15位までに。で、注目点はそのトヨタのランドクルーザーですけれども、本当に安定した販売台数にビビっております。2023年上半期の販売台数でもですね、14位に入っておりまして、まあホンダフィットの台数を上回ったトヨタランドクルーザーでございます。さっきホームページを見たらですね、生産能力を上回る注文のためですね、受注停止になっておりますね。すごいですね。で、さらに2023年8月2日、この間ですね、新型ランドクルーザー250を世界初公開したそうでございまして、まあ発売は2024年、来年の前半ぐらいということでございますけれども、まあ私、ランドクルーザーを買おうと思ったことがないんでね、あんまり詳しいこと知らないんですけれども、まあすごい人気ですよね。まあ大衆車とは間違っても言えないですよね。めちゃくちゃでかいし、まあ、金額もそれなりにしますしね。で、まあ、用途としてはちょっと特殊用途な車だと思うんですけれども、まあ、それがですね、ホンダのフィットとかステップワゴンが追いつかない、下にいる、ランキングで下にいるというのは非常に残念な感じでございますので、頑張れフィット&ステップワゴンというふうに思っております。はい、新車販売台数ランキングにはですね、いろんな要素が絡んでおりますんで、単純に一般ユーザーが購入している数とは言えなかったり、まあ、昨今のご時世ですね、メーカー側の生産調整による部分も多くあるかと思います。で、このランキングはですね、個々人にとってその車への価値観に全て影響するわけではないんですけれども、まあ、たかがランキング、されどランキングということで、今後も追っかけていきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録、高評価ボタンで応援していただければ嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。